千葉県富津市で水道管から水が漏れ、29日から市内のおよそ4800戸が断水しています。復旧は早くても30日の夜以降になる見通しです。地元の水道企業団によりますと、28日富津市の大沢地区で水道管から漏水が確認されました。この影響で29日から市内5つの地区合わせて4870戸で断水しています。このため市内5カ所に臨時の給水所が設置されました。実家の方が和菓子屋で餅つきしてまして、で水が大量に必要なのでちょっと何往復もさせてもらってます。お風呂も入れないので、大浴場に行きたいんですけど、でもコロナがあるから。この水道管は36年前に設置されたもので、地下およそ5メートルから7メートルにあるため、漏水箇所の特定が難航しています。復旧は早くても30日の夜以降になるということです。